マンホーレ、いつもふぐさしマンホーレチャンネルご覧いただきましてありがとうございます。ふぐさしです。クリショウです。このチャンネルは私の地元の、山梨県のマンホーレ高校を応援することメインテーマとしつつ、ケイさんのように、マンホーレも応援して2年目ですけども、まだまだこうサッカー初心者の方にも、サッカー面白いなと思ってもらえるチャンネル目指しておりますので、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は前回に引き続き、オフシーズン企画ということで、選手別出場記録分析パート2、イエイイエイが決定です。前回分かった通り結構ボリュームなコンテンツではあるので、サクッとどんどん詰めていきたいと思います。はい、ミッドフィルダー編ということで、ボランチとあとウィングバックを、2つのポジションを、見ていくということになります。まずボランチから、背番号6番、秀丸野沢秀樹、甲府在籍2年目、年齢的には27歳なので、まあ中堅というか、あんまりこう目立つというイメージないかなとは思うんですけども、まあ、テクニックはすごいある選手ではあるので、まあ、パスでボールを動かすことは中心になってくる選手かなっていうのとなります。で、出場試合数も去年で2020シーズン25試合ので、今シーズンが29試合で出場時間も増えてはいるという、あとゴールも決めてはいるので、まあ、昨年よりも出場機会っていうのは増えてきてるのかなと思います。で、ボランチだけじゃなくて、シャドウの位置ですね、よく長谷川くんとか鳥海選手でも起用もあるので、まあ、プレーできる範囲は多い、こうマルチロールの感じはありますけども、なんかこう逆にいい雲も良くも悪くも、こう目立つ部分が、特徴が見つけづらいという印象は、まあ、甲府の今は3-6-1っていうフォーメーションで、シャドウとかボランチ役割ってね、非常に大きいポジションでは、ね、野津田選手、長谷川選手見ても分かる通り、結構キーになるポジションではあったと思うので、やっぱり守備のスイッチかけるボランチの仕事だったりとか、あと攻撃のスイッチも当然役割になってくるので、まあ、パスでね、リズム作るのは特徴だと思うので、まあ、そういうのを一つ、もう一ランクずつ上がっていくと替えの効かない選手になっていくのかなっていうイメージではありました。2人目、ボランチかなってちょっと悩んだんですけど、一応途中して出た時がボランチの選手交代したので、ここに出ましたが、背番号7番、長山陸。はい。ここでは一応背番号7番っていうのは結構こう地元出身の選手がつけたりとかっていうことが多かった伝統的な背番号なんですけども、まあ、一応若手ながら、ここの背番号7番を背負うということで、在籍今年3年目ですが、まあ、期待がされている選手ではあるんですけど、一応今シーズンは、途中から富山で育成型期限付き移籍ということで、武者修行に行ってきた形になるんですけども、去年はね、2020年シーズンは、じゃあターンオーバーっていうほぼ2チームぐらいのイメージを僕の中で作ったような、なので出場機会は14試合で、あと3ゴール決めてたんですけど、今季は途中出場の1試合のみということで、なかなかこう野津田選手は大鈴組のこう壁を越えられなかったのかなっていうイメージがあったんですけども、まあ、今季またね、復帰したので、武者修行の成果を発揮できるかっていうのが注目かなと思います。テクニックは当然ありますし、あと全体を見る視野の広さっていうのがズバ抜けてるものがある選手ではあるので、まあ、シャドウでもいいですし、野津田選手のところで起用もあるかなっていう、なので今シーズンも期待大かな。続きまして15番、中村亮太郎。大卒2年目のシーズンでしたが、出場時間も26試合が33試合まで伸びて、かつゴールも3ゴール、まあ、大卒最初で3点決めてもすごいですけど、しっかり今季も1ゴール増やして4得点で、今季はボランチ、まあ豊富な運動量で動き回ってるっていう意味と、あと終盤戦に関してはシャドウで起用されることも多かったのですが、イニエスタとか、ああいう遠藤とか、こう、ゴールに直結するようなパスを出すタイプではないかなっていう部分だったんですけど、まあ、ミスは少ない安定したプレーっていうのはすごい特徴だったかなって思います。あとセットプレーではヘディング強かったりとか、あといいミドルシュート持ってたりとか。確かにね。うん。あったので、プレーの幅っていうかはすごいある選手でした。なぜかっこいいかというと、個人昇格しましたね。まあでもこれ嬉しいですよね。うん、そうだよね。甲府で2年やって若手が鹿島ですからね。あと甲府に移籍金も残して、これからもどんどん羽ばたいていってほしいと。続きまして16番、乗った。クリスさんだけだと思いますけど、多分ノーツのことノーツって言ってる。え、嘘そう俺だけ、だってガッくんとか言ってる。あ、ガッくん俺だけだったノーツってずっと言ってたよ。J リーグを何年かこう知ってる人からすれば、ノーツだガッくんってピンとくる人結構多いくらい有名な選手だったので、今季甲府にレンタルで広島が来るっていうので結構盛り上がった選手でした。ただ、先日中広島ではなかなかこう、出定位置を確保まで至ってなくて、いろんなチームに、まあ甲府もそうでしたけど、レンタルで出されて、出場機会をつかむっていう形が多かったんですよ。だから去年の3月1日広島も8試合ぐらいしかやってない。ただ、甲府では、
42試合あって41試合出てるんですよ。途中交代も多かったですけども、2得点でした、今シーズンは。はい、本当は4得点で気がしないかもなんですけど、はい、言わずもがな、キックの精度ですね、フリーキックを含めてですけど、素晴らしいものがあったのと、あとそれに加えて視野がひどい、めっちゃ見えてるので、スペースを見たりとか前の選手の動きを見たりとかっていうプレーがすごいできてたので、技術とこう視野の技術がうまく組み合わさった選手っていうのが、ここで一貫なく発揮した選手だったかと思います。多分一番充実したシーズンだったんじゃないかな、まあ、それは本人ではないか分かんないけども、欠かせなかったかなっていうシーズンがあります。やっぱ J1 とかで活躍レベルの選手なんだなっていうのがありました。で、まあ、今シーズンで一応広島まだ帰る、だから広島がこう何度こうレンタル出しても取り返して帰ってきてもらってるから、やっぱりこう諦めきれないっていうか、広島自身もノッツに期待する部分が大きいっていうのはあると思うんで、今度こそは広島で活躍してほしいなってします。はい、でボランチラスト、これも欠かせない選手ですね、24番山田陸。多分この2020年と2021年のシーズン2年間で一番成長してる選手かって言っても過言じゃないかなっていうところではあります。まあ、23歳なんですね、まだ若い、分かってながらもこう特徴が多いっていうか、守備の時はもういいポジションに逃げて相手の攻撃の目をつむし、セカンドボールのね、何度も言ってますけど、セカンドボールの回収率半端ないし、であと攻撃の時もこう独特なリズム感、ラック得意じゃないですか。だからなんかリズム感得意なんて関係あるのか分かんないですけど、あー、はいはい、ボールキープしながら取られなかったら、大柄の選手じゃないですけど倒れないからボールずっとキープできるし、ボールロストが少ない、はいはい、ボールロスト多いとやっぱそこからカウンターダックやっちゃうってピンチ招くっていうのが多いんですけど、そういうのは少ない選手なので、あと今季は特にあの攻撃面でもこう縦にパスをパッと入れたりとか、はいはい、っていうこう攻撃リズムを作るパスも繰り出せるようになってきてるので、これは間違いなく来季もチームの中心っていうか動かせない選手になるかなと思いました。3人目のリクでした。あ、そうだ、はい、ということでボランチ中に今5人かな、うん、いつもの今日というか、途中中山リックいなくなったので、基本的に4人で2つのポジションを回してる。特に中盤戦は中村亮太郎がシャドウ出てることもあって、もう3人稼働みたいな感じでもありましたけど、なるほど、まあ、ほぼ4人全員がこう試合に絡んでる時期が多かったので、切れ間の途中キックがありましたけど、うん、では全部色がついてるかなっていうところ、あと山田リックは結構欠かせなかったかなっていう、まあ、色がついてる部分になります。ボランチ以上です。次ウィングバックですが、まあ、ここは主に3人のカードだったかなっていうところではあります。背番号2番、すごい、まあ、大卒5人組の1人でした。明治大学から加入してますが、これも一応特別指定選手ということで2試合ここには大学在籍ながら出ています。今季は、去年の怪我があったので途中からっていうことにはなったんですけども、こう怪我から復帰してから、こう関口荒木っていう不動の両ウィングバックがいたところに食い込んでいくっていうほどの、ポジションアーセナルには参戦していた選手ですね。プロ初ゴールもあったし、こうゴールラインギリギリからこうクロス上げて、それこそまあいつかのこれ言ったような気がするけど、長友みたいなアシストも記録したりとか、縦への鋭い仕掛けがやっぱ持ち味なのかなっていう、あと山梨出身なんで、もう地元の星ですね、大輝は。多分フルシーズン活躍できれば嬉しいかなっていうところで、続きまして背番号5番、なぜそこにかない、かない、はい、途中で退団ということになりましたけど、じゃあ今季 J1 の清水から加入して、本職やっぱサイドウィングバックサイドバックだったんですけども、開幕戦ではシャドウで出てました、泉様のところで、まあ異常な攻撃センスがあることは証明するんですけど、そのポジションでまあ NSK がね、はい、広まったということもありますけれども、ただ開幕戦怪我があって出遅れたんですよね、その後、そのうちに本職のウィングバックのところで荒木と関口固まっちゃったので、うん、なかなかこう定位置を奪うことはできずに、で出場権を求めて J2 琉球に移籍ということになったので、まあ開幕戦怪我がなかったらどうだったのかなっていうところはあったかなっていう選手、短かったですけどね、でもいい選手だと思います。はい、続きまして荒木17番、まあ甲府在籍4年目ですね、で今季は副キャプテンと、チームの精神的な柱にもなっている選手ではあります。右左どっちもできます。で、確かに今季唯一甲府で全試合出場と、まあ、90分間運動量落ちないし、左足からピンポイントクロス、最終節のメンデスのゴールみたいなクロスもあったりとか、あとセットプレーも効けるし、チームの選手を生かすことも動きもできるし、なんて万能的な選手なんだとですね。でチーム最大9アシスト、おでゴールも3点決めて、今のこのサッカーでは絶対欠かせないピース、山田陸太郎も一緒ですけど、の一人かなっていうところではあります。
続きまして背番号23番関口大学卒業組の人ですね。これも法政大学出身で、今季ルーキーでしたけれども一応、開幕戦ではスタメン、それからずっと出てました。怪我に出すまではほとんど試合先発フル出場と、まあ荒木と同様90分間走り続けても持ちない体力ということで、だんだん時間経ってついて運動量増えてるっていう驚愕のでした。上下動がすごい多い選手それはまあプレースタイルだったのかっていう部分でありますが、泉さんが言ったことは左サイドのクロスを一番外側で合わせてゴールを狙ったりとかっていうことがあったりしつつ、長谷川が出てくるようになったらこの長谷川とコンビで右サイド突破していくっていうことも多かったので、あのゴールの意識もすごい高い選手、まあ2ゴール決めてますけども、あのこれは一つ特徴の選手なので来季ももっとさらにゴールとか増えるといいかなと思います。続きまして27番今田、今シーズンは出場がありませんので怪我があったので、今さっきね、まあ、一応8試合出てましたけども、じゃあ地元なので、なるほど、やっぱみんな期待するけど、ね、まあ、プレッシャーになってないといいなっていうところではありますけども、あのまず怪我をしっかり直して、まあ、ギビングバックはもう激戦区なんで確かに皆さん食い込んでいくのは大変ですけど、ただポテンシャルある選手だとは思うので来季こそ覚醒に行きたい。最後15番、三浦選手。まあ、2023年、加入内定の選手。一応特別して、選手ということで、一応試合に出場することは可能だったんですけど、今季は一応ベンチすることはなかったと。なんで、来季はまあちょっことでもね、ちょこっとでも試合絡めるといいな。そしたら2023シーズンに繋がると思うので、はい。2023シーズンでトップ戦力になるような経験が積めることが目標かなっていうところではあります。以上、ウィングバックでした。はい。じゃあ最後これだけ見ていきましょう。基本的に関口荒木がオレンジで、まあ、菅井君は一番怪我があったので24節にやっと途中出場があってっていうところで、いや、まあ、ほぼこの3人のカットだったかな。ウィングバックは分かりやすいかな、まあ、何時もそうでしたけどね、4人と3人とのカットだったということで、こんな表になってました。見たかったら見てみた方はスクショするなり一時で繋いでもらえると思います。はい、ということでミッドフィルダー編ウィングバックこの位置見ていきました。どうですか皆さん、まあ、今回はまあね、やっぱりポジションが、ポジションのだけに結構熾烈な争いというかね、うん、まあもうそれこそ今はね怪我をやっぱするとやっぱり選手生命っていうのはこんなにも変わんのかとね、どうしてもね付きまとう、まあ、別にみんなそうっちゃそうなんだけど、どんな職種においてもそうなんですけどね、まあ、特に顕著に出るんだなっていうような、やっぱスポーツの厳しい世界っていうのをねこうデータで見る、そこもデータでこう伺えるというような、まあちょっとね、なかなか面白い企画かなとは思いました。大事なんでことで、行きました。次がいよいよ第3弾で、このシリーズはおしまいとなります。最後見ていただければと思います。好きな人は好きだと思うんで、これも。そう。俺は好きなんで。お付き合いいただければと思います。はい。はい。ということで、どんどんかなったりとか、チャンネル登録、コメント、グッドボタンしてくれた方、ありがとうございます。引き続き、このチャンネル、応援していただければと思いますので、よろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。また、ね。